はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。はい、髪色を描いてきました。すごい、ちょっと今自分で前髪やったらすごい跳ねちゃってるんだけど、なんかなんだろう、この色はなんだろう、グレーでこっちが青紫っぽい色を入れてもらいました。今回もピース行ってきたんですけれども、いつもはね、なんかね、絶対ね、赤みとかオレンジっぽい髪色になっちゃうんだけど、今回はですね、ブリーチ、いつもねヘアレンジの時とか、根元がすごく見苦しかったと思うんですけども、それもちょっと軽いブリーチしてもらっていい感じになっております。いつもちょっとオレンジっぽくなっちゃってさ、まずまずっていうのところだけど、すごい今回はいい感じの色になりましたね、上が。うん、おー、よくない？このさ、紫のところがすごく、待って、こうするとめっちゃ綺麗じゃない？ほら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 、グレー、パープル、青紫、めっちゃ綺麗、この色。ありがとうございました。めちゃくちゃ可愛い色ですね。あのね、一個やりたいことがあるんだけど、なんか大学4年生になる前にさ、髪の毛をさ、紫に染めたいんだよね。いつも染めてるさ、紫の色をさ、上の色もちょっと紫にしたいなっていう願望はあるんですけれども、絶対そんなことしたらお母さんにも怒られるし、友達にも、何それってすごく拒否られるから、なんか、やりたいんだけどやれないっていうこのもどかしさがあるんだけど、やりたい感は否めないですよね。あと、髪の毛を染めたっていう動画だけで少し短いので、皆さんに感謝を伝えたいと思うんですけれども、12月の8日と、私のチャンネル登録者数があと10万人に達成しました。ありがとうございます。あのね、テンション高まるね。だって自分がさ、そんなになるなんて思わなかったからさ、すごく嬉しかったです。自分の動画をこんなにも見てくれてる人がいるんだって思いました。で、学校の友達から今日はお祝いのね、ポテチをいただきました。あと、竹内さんからもね、お菓子をもらいました。なんかすごく自分も恵まれてるなって思います。これからも、私、日向伊代よろしくお願いします。また、今回の動画は髪の毛で染めるっていうのがメインで、その次に、次っていうか、またちょっと置いたら10万人サンキューだぜーっていう動画を出して晩酌でもしたいと思うので、今日は軽い感じで終わりにしますけれども、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いしますという、なんか意味のわからない動画でした。耳かきです。はい、という感じで、ぐだぐだのお話だったんですけれども、髪の毛の色を変えたって、すごくすごく、私はすごく今回この髪色が気に入ってます。ありがとうございました。何が。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。皆さん、これからもよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。